京セラドーム大阪からお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、阪神タイガース対読売ジャイアンツの2回戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、ご自身のプロ初先発のマウンドというのはいかがでしたか？いや、これはね、相当緊張してましたね。もう右も左も分かんないような感じでしたね。なるほどね。1回の裏、これからタイガースの攻撃が始まります。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方、守りますジャイアンツはご覧のような守備陣です。ジャイアンツ、マウンドに上がるのは先発の宮園。どんな投球をしてくれるんでしょうか。松永、打席に入ります。昨日のゲームは驚くような活躍を見せました。いやー、本当に大爆発でしたよね。はい。さあ、今日も好調を維持していけるんでしょうか。里崎さん、注目の初先発となりましたね。初めてのピッチャーと対戦する時のポイントはありますか？まあ、まずはピッチャーどうのこうのというより、自分のタイミングで打ちに行くことが大事。インサイド打ち上げました。弾き返した打球はライトへ。今日これがプロ入り初打席となる栗田。まずはワンアウトを取っています。これが1球目。打ちました。取った。アウト、ツーアウト。バッターボックス、バース。昨日のゲームで驚くような活躍を見せました。いやー、もう当たりに当たってましたよね。本人も何本打ったか分からなくなってたでしょうね。さあ、今日もバッティングは好調なんでしょうか。ツーアウトランナーありません。この回のタイガース打線ですが、たった3球で2アウトになっています。すごくいい内容で投げていると思いますよ。はい、そうですよね。変化球、空振り。3アウト、チェンジ。この回タイガース三者凡退です。ゲームはこれから2回の裏に入ります。さあ、タイガース、この回は4番から始まります。バッターは掛布。昨日のゲームではなんとホームラン2本を含む6安打の大活躍でした。いやー、本当に大爆発でしたよね。はい。さあ、今日も好調を維持していけるんでしょうか。タイガース0対0で迎える2回の攻撃です。引っ張った。岡本、アウト。ワンアウトです。打順は5番石峰。昨日は驚くような活躍を見せました。いやー、もう当たりに当たってましたよね。本人も何本打ったか分からなくなってたでしょうね。さあ、今日もバッティングは好調なんでしょうか。高め打ちました。この当たりはどうか。ワンバウンド、ヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。これで5試合連続安打。ワンアウトランナー二塁となりました。さあ、タイガース先制のチャンスを迎えています。まずは先に点を取ってピッチャーを楽にしてあげたいですね。なるほど、そうですね。さあ、どのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスにはオマリー入っています。打った、伸びていく、どうだ、入れば先制。センター見送った。先制のツーランホームランです。タイガース、これで5試合連続のホームラン。タイガースが先制しました。2対0になりました。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。ご覧いただきましょう。期待通りのバッティングで先制ホームランを放ちました。いやー、本当に見せてくれますよね。ここで先制点が入りました。ホームランが出ています。バッターは7番に入っている真由美。昨日のゲームはなんとホームランを含む6安打の大活躍でした。いやー、本当に大爆発でしたよね。はい。さあ、今日も好調を維持していけるんでしょうか。タイガース、ホームランで先制しています。小宮山さん、先制されてしまったわけですが、まあ、ここからですよね。この後は持ち直したいですけどね。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。アウト。ここは送球が間に合っています。ここは相手のナイスプレーに阻まれてしまいました。まあ、これはいい守備を見せられましたよね。バッターは8番キャッ
チャーでマスクをかぶっている木戸。昨日のゲームでホームランを含むマルチ安打を記録しています。しっかり勝利に貢献しましたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。ツーアウトランナーありません。2球目打ちました。ここはフライになっています。田中が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回タイガースツーランホームランがありました。先発の藤波がバッターボックスです。まあ当然ですけど出塁しようという意識で打席に入ってほしいですよね。そうですね。ちょっとすっぽ抜けた感じです。大きく外しています。ボール先行です。3球目打ちました。ヒットになった。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。今シーズンの初打席で初ヒット。ノーアウトランナー2塁です。さあタイガース追加点のチャンスを迎えています。序盤で点差を広げてあげられるとピッチャーにも余裕が出ますからね。うん、そうですよね。初球打ちスタンド一直線入った。ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで5試合連続のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。タイガース4対0。見事な一発が飛び出しました。その際4点、大きくリードを取りました。期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いやー、彼らしい見事な一打でしたね。大きなリードをもらいました。打席には2番バッター栗田。タイガースホームランで得点を挙げています。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう。これがプロ入り初ヒット。ノーアウトランナー二塁です。さあそして打席にはバース入ります。さあ得点圏には追加点となるランナーを置いています。点は取れるときにどんどん取るべきですから逃さないようにしたいですね。なるほど、そうですね。ファウルになります。ノーボールワンストライクです。外、内へ、これは決まった。ワンボールツーストライクです。インサイド落ちました。この打球はファウルグラウンドへ。これもファウル。さあ5球目は何か。ここはランナー返せません。ワンアウトランナー二塁と変わります。さあそしてバッターボックスには掛布入っています。さあアウトカウントが1つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。高めのボール打ちました。ライトが追いかける。ぐんぐん打球が伸びて、フェンスを越えた。ツーランホームラン。これで5試合連続のホームラン。初球でした。強引に引っ張った当たりはスタンドに届いていきました。追加点が入りました。タイガース6対0になりました。らしいホームランを見せてくれました。期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いやー、彼らしい見事な一打でしたね。またしても点が入りました。序盤で早くもリードを広げています。バッターボックスは5番、石峰。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。打った、レフト下がっていく、下がっていく。ボールはそのままフェンスに直撃。二塁へ送球する。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。ワンアウトランナー二塁となりました。これが初球。初球抜けてしまったでしょうか。大きく外れます。引っ張った。これはどうか。一二塁間を破る。ホームに送球。これでマルチヒット。ランナー三塁一塁となりました。初球打ち、ヒットになった。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット。7対0、タイガース
なおも二塁一塁のチャンスです。バッターボックスは8番木戸。初球抜けてしまったでしょうか。大きく外れます。中へのストライク。3球目は何で来るか。引っ張った。これはどうか。亀井が掴んで2アウト。2塁へ送球。ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。さあバッターボックスには先発の藤波が入ります。ここは自分で援護点を取るチャンスですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。低め、これは外れた。打ちました。レフト前ヒット。バックホームする。これでマルチヒット。2アウト満塁です。打順はトップに帰って松永。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思い切り打ちました。痛烈な打球。ライトが下がっていく。ライト見送った。満塁ホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。初球でした。しっかり踏み込んで引っ張った打球、スタンドに放り込んでいます。追加点が入りました。タイガース11対0。鮮やかなホームランを見せてくれました。2番バッター栗田。前の打席はツーベースでしたからね、今日はバットが触れてるようなんで、ここも思い切って狙っていってほしいですね。打ちました。ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット。ツーアウトランナー二塁。タイガースが代走を送ります。和田セカンドランナーに入ります。ここは当然という交代でしょうか。ジャイアンツピッチャーを変えます。マウンドに上がるのは2番手の高木。さあマウンドを任されたのは高木。今シーズン3試合目の登板です。2日連続の登板です。さあ小宮山さん、ここで打ちました。セカンド取った。一塁送球。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。タイガース4回裏の攻撃になります。掛布バッターボックスに入ります。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい、タイガース攻撃が噛み合い大量リードで打ちました。ライト下がっていく、下がっていく、入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。12対0。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。バッターボックス西峰、今日はここまでマルチ安打を記録しています。いや今度こそ抑えないといけませんね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。タイガースホームランで得点を挙げています。さて今日のジャイアンツの先発は序盤大量失点で交代した宮園。今日はベンチの期待を裏切ってしまう。しっかり捉えた。レフト下がっていく、下がっていく、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁キャンバスもあってホームに帰ってきました。13対0。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。6番バッターオマリー、今日はここまでホームランを含む2打数2安打、マルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうです。打った。高く上がった。頭上入った。ソロホームランが出ました。なんと3者連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。14対0。さらに1点を追加します。大きく点差が広がっています。打順は7番真由美。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いやそうそうやられてばかりもいられませんから、はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね。タイガースホームランで得点を挙げています。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。バッターボックス木戸、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はいい当たりの外野フライでしたよね。タイミング合ってるんで今度はやってくれるんじゃないでしょうか。走ってきた。キャッチャー送球して盗塁成功。
まあ、得点差がありますからバッターを打ち取ることに重きを置いていればいい。真ん中打ちました。これはどうだ。センターへ抜ける。ホームに送球する。これで5連打。ノーアウトランナー3塁1塁。さあ初球は何か。まずは簡単にストライクが来ました。ちょっとヒヤッとしましたよね。危なかったですよ今のボールは。はい、チャンスの場面振っていく。初球打ち。この打球はフライになっています。ピッチャーが構えます。取ってツーアウトです。バッターはダイソーから起用されている和田。昨日のゲームではなんと6安打の大活躍でした。いやー、もう当たりに当たってましたよね。本人も何本打ったか分からなくなってたでしょうね。はい。さあ今日も豪快なスイング打ちました。弾き返した打球はセンターへ。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。4回はこれから5回の裏、タイガース打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターはバース。今日はまだ当たりがありません。タイガース、これは一塁側のスタンドに入ります。打ちました。これは浅いフライ。ここはフライになっています。2球目打っていきましたがライト掴んでワンアウト。バッターボックスは4番掛布。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。そうですね。そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。低め見送っています。打ちました。伸びていく。打球を追っているがこれはヒットになりそうだ。センター深いところ破っていきました。バッターランナーは二塁到達。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー二塁となりました。抜けたような感じになりました。大きく外れます。このクロスファイヤーは効果的ですよね。はい、高めのストレート空振り三振。ランナーは動けませんでした。ツーアウトになりました。インサイド落ちました。ファウルになります。豪快なスイング打ちました。打球はセンターへ。最後はセンターフライ掴んで3アウトです。ランナー。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。2回の裏ワンアウト2。6回の、さあマウンドに上がったのは鍵谷。今シーズン3試合目の登板です。昨日今日と連投ということになりました。初球打ち。田中抑えてワンアウトです。打席には8番バッター木戸。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ワンアウトランナーなし。打ちました。初球から積極的に行きましたがツーアウトとなっています。ピッチャーに打順が回って先発の藤波が打席に入ります。今日は当たってるようなんで。これも初球打ち。吉川抑えて一塁アウトで3アウトチェンジです。タイガースラッキーセブンの攻撃になります。松永バッターボックスに入ります。今日は2本のホームランを放っています。タイガース攻撃が噛み合い大量リードで終盤7回の攻撃に入りました。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。今日はダイソーで途中出場の和田。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。さっきは取られはしましたけど、あわやという。ランナースタート。キャッチャー二塁送球する。滑り込んでアウト。盗塁失敗。打ちました。浅いフライ。この打球は落ちるか。どうだ。ヒットになりました。これで4試合連続安打。ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスバース。今日はまだ当たりがありません。前の打席はいい当たりのが引っ張った。これはどうか。田中一塁へ。ツーアウトになりました。これは進塁打になりました。バッターボックス掛布。さっきツーベースを放っていますからね。ええ、ここは警戒してる。打ちました。高く上がった。センターが下がって入った。ホームラン。ツーランホームランが出ました。なんと今日3本目のホームラン。
初球でした。見事に弾き返した打球は大きな弧を描いてスタンドまで届いています。追加点が入りました。タイガース鮮やかなホームランを見せてくれました。バッターは5番石峰。タイガースホームランで得点を挙げています。打ちました。打った瞬間確信したか。ぐんぐん入った。ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。さらに1点を追加します。リードをさらに広げていきます。バッターボックスは6番オマリー。タイガースホームランで得点を挙げています。アウトコース見送っています。スピードボールを持っています。ファウルになります。打ちました。これは大きい。伸びていく。どうだ。これはセンターの頭上を越えていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3連打。ツーアウトランナー二塁。初球は何で来るか。真ん中打ちました。さあどうだ。この打球は落ちるか。どうだ。陽大館が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース。さあマウンドを任されたのは田原。今シーズン3試合目の登板です。昨日のゲームでは2イニングを投げています。最初は変化球持ってきました。ストライクです。打った。ボールを拾って、これで4試合連続のマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。バッターは今日の先発ピッチャー藤波。ヒットでランナーを1塁に置いています。バッターボックスには代打のバティスタ。小宮山さん、このピンチは抑えなければなりませんよね。まあ、これ以上点をやれないですからね。そうですね。ここは踏ん張りたいところ。まず何を投げてくるか。アウトコース決まってストライク。切れていきます。ファウル。またファウル。切りました。ファウルボールです。変化球空振り、ワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター松永。先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。打ちました。大きな打球になった。ライトさばく。そのままスタンドに入りました。ツーランホームランが出ました。これが今日3本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。ここ一番の集中力が光ります。2番バッター和田。前の打席はジャストミートでしたよね。はい。今日はタイミング合ってるようなんで、どんどん積極的にいってもいいと思いますね。期待しましょう。タイガースホームランで得点を挙げています。打ちました。センター下がっていく。下がっていく。フェンス直撃。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで4試合連続のマルチヒット。ワンアウトランナー二塁となりました。際どいコースですがアンパイアの手が上がりました。あっという間にツーストライクです。この球は外れました。これが4球目。ファウルになります。打ちました。いい打球だ。大きな打球になった。ライトバック、バック入った。ホームラン。ツーランホームラン。これで5試合連続のホームラン。追い込まれてからのストレート、しっかりと引っ張ったあたりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。タイガース甘くなってしまいましたね。バッターは振ってくるカウントなんで、ボール球でも良かったと思いますね。はい。バッターは4番掛布。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。ここは気持ち的に余裕があると思いますけど、緩めずにどんどん行ってほしいですね。そうですね。タイガースホームランで得点を挙げています。一塁そのまま入ってアウト。打席には5番バッター石峰。先ほどの打席でソロホームランを放っています。
思い切りのいいスイングで放り込みましたよね、はい、一発が出て余裕もあると思いますけど、しっかり集中していってほしいですね。はい、ここはもう一発狙ってるんでしょう。打ちました。これは浅いフライ、ヒットになった。これで5試合連続安打。2アウトランナー1塁、バッターボックスオマリー。先ほどはツーベースを打ってますから、ええ、ここはより慎重に。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。取ってスリーアウトです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。タイガース打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。これで5連勝ということになります。さあ今日は打線が見事大爆発しました。こういう大勝はなかなかないですし、見ていて非常に気持ちのいいゲームだったのではないでしょうか。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のジャイアンツですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが快勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで京セラドーム大阪から失礼いたします。本日はご来場くださいまして、京セラドーム大阪からお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、阪神タイガース対読売ジャイアンツの3回戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤バッテリーにとって大事なことって何でしょうか。1回の裏、タイガースの攻撃です。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますジャイアンツはご覧のような守備陣です。ジャイアンツ松永打席に入ります。昨日はホームラン3本を含む4安打の大活躍でした。まあしかしホームランの片目打ちっていうのも珍しいですよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。
まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。打った、レフトが追いかける、ぐんぐん打球が伸びている、伸び入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで6試合連続のホームラン。低めでしたがしっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。タイガースが追い上げます。2対1になりました。低めの難しい球完璧に捉えました。はい、今のバッティングご覧いただきましょう。ナイスバッティングですね。ここで得点が入りました。バッターは2番に入っている真由美。昨日のゲームはマルチ安打を記録しています。勝負強いバッティングをしてましたよね。はい、さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。タイガースホームランで得点を挙げています。西さん、ここは追い上げたいですね。いや、このチャンスはね、つなぎたいですよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。2球目打ちました。大きな打球になった、レフトバックする、バックする、レフトオーバー、打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。これで6試合連続安打、ノーアウトランナー二塁です。さあタイガース一打同点のチャンスです。早めに追いついておくことでもう一度立て直していきたいですね。うん、そうですよね。まあ、また彼でしたら甘く入ってきたらスタンドインもありえますからね。はい、初球行きましたね。モンクナー入った、ホームラン、バース今シーズン第12号の逆転ツーランホームラン。これで6試合連続のホームラン。初球でした。打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。逆転に成功しました。この回のタイガース3対2。ご覧いただきましょう。期待通りのバッティングで逆転ホームランを放ちました。初回から逆転に成功、流れを取り戻しました。バッターボックスには4番掛布。昨日のゲームでホームラン3本を含む4安打の大活躍でした。いやー、なかなかお目にかかりませんからね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。タイガースホームランで逆転しています。ショート取った、アウト、微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。バッターボックスには5番石峰。昨日のゲームではホームラン2本を含む5安打の大活躍でした。いやー、たくさん打ちましたよね。少し距離取っておいてもよかったかもしれませんよね。はい、さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。ワンアウトランナーありません。引っ張った、打球はレフトへ、ここはフライになっています。レフト掴んで2アウト。さあバッターはオマリー。この打席でホームランを放てば今シーズン10本2桁へ乗せることになります。空振り、打ちました、いい当たりだ、伸びていく、どうだ、入れば、ポール際切れました。入っていれば貴重な追加点というところでした。打った、ワウンドアンドヒットになりました。これで6試合連続安打、2アウトランナー1塁。バッターは7番に入っている木戸。昨日はマルチ安打を記録しています。ヒットでランナーを1塁に置いています。引っ張った、このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった。これで5試合連続安打、2アウト2塁1塁。打順は8番和田。タイガースこの回3点を入れています。さあ逆転に成功し、なおもその点差を広げていこうかというところです。いやー、西さん、やはり先ほどのホームランがポイントとなりましたかね。まあそうです。引っ張った、レフトをバックする、バックする、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット、4対2タイガース2点リードとなりました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。初回から確実に攻めていきます。
さあ打席には先発の吉谷入っています。まあここで追加点が入れば自分が楽になるわけですから、このチャンスは生かしたいですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。打ちました。この当たりはどうか、ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。サードランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガースが突き放します。右中間へのタイムリーヒット、6対2になりました。タイガースなおもチャンスです。ご覧いただきましょう。ピッチャーにタイムリーが出て点差を広げます。そうですね、取れる時にね、取りたいですよね。立ち直るきっかけを与えません。初回から優位に立っています。打順はトップに帰って松永。タイガースこの回6点を入れています。さあ見事逆転に成功し、なおも追加点のチャンスを迎えています。まあ非常に打線がつながっていますから、ここもつないでいってほしいですね。絶好球でしたけどね。そうですね。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。ショートが落下点に入ります。若林が掴んで3アウトです。2回の裏になります。タイガースの攻撃、バッターボックスは2番真由美。前の打席はツーベースでしたからね。はい、今日はバットが触れてるようなんで。打ちました。高いバウンド、ショートゴロ。若林、これでマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。バッターは3番バース。先ほどの打席で逆転となるツーランホームランを放っています。いいところで見事な一発でしたよね。ここは気持ち的に余裕があると思いますけど、緩めずにどんどん行ってほしいですね。そうですね。打ちました。高く上がった。センター下がっていく、下がっていく。スタンドには届きません。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、7対2。タイガースなおもチャンスです。打席には4番バッター掛布。大きくリードはしてますけど、この後どういう試合展開になるか分かりませんから、取れる時に取っておきたいですね。さあ序盤から大きな差をつけていますが、攻撃の手は緩めません。打った。右中間に強い打球、これはどうか。右中間を深々と破るヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。右中間へのタイムリーヒット、8対2、タイガース。ここは当然という交代でしょうか。ジャイアンツ、ピッチャーを変えます。さあ、マウンドに上がったのは田原。今シーズン4試合目の登板です。3連投ということになります。西さん、この場面で出てきましたね。まあ、しっかり攻略したいですよ。そうですね。打った。高く上がった。ぐんぐん打球が伸びている。入った。ホームラン。ツーランホームランが出ました。これで6試合連続のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。タイガース10対2。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。バッターは6番オマリー。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。今日はタイミングが合ってますよね。期待しましょう。タイガースホームランで得点を挙げています。早くも今日は先発全員にヒットが出ています。いや、西さん、打線は絶好調ですね。まあこうなってくるとね、チーム全体が乗ってきますからね。そうですよね。内への変化球は決まりません。これは入れました。ファールボールです。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスには7番木戸。さっきはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。今日はバットが触れてるようですから、どんどん行ってほしいですね。はい、思い切りのいいバッティングを期待しましょう。ワンアウトランナーありません。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスは8番和田。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、勝負強かったですよね。ここは気持ちも乗ってると思いますね。そうですね。タイガースこの回7人目のバッターになります。打ちました。レフトへ打球伸びる。ここは打ち上げています。レフトが取りました。2アウトです。バッターは土屋。今日はバットでも貢献しました。
先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。はい、打点を上げてチームも勝ってるんで。真ん中打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。タイガース1点追加します。11対2になりました。タイガースちょっと一方的になってきました。打順は1番に帰ります。バッター松永、はい、初球はストレート決まっています。打った、ライトに大きな打球伸びていく。どうだどうだ、ライト深いところ破っていきました。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット。12対2になりました。タイガース大量リードとなっています。バッターボックス真由美、今日はここまでマルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですね。さあここも打っていけるか。タイガースこの回は打者一巡の猛攻となっています。ここはランナー返せません。3アウトチェンジ。しかしこの回タイガース連打連。西さん、序盤から少し一方的な展開になってきましたね。そうですね、今日はね、強さが際立ってますね。非常に強い戦いぶりです。初球ボール。インコース決めてきた。打ちました、浅いフライ、ヒットになりました。これで3打数3安打の猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。打順は4番掛布、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや勝負強かったですよね。はい、まあちょっと余裕も出てきたんじゃないでしょうか。はい、2球目打ちました、ヒットになった。これでマルチヒット、ノーアウトランナー2塁1塁。打順は5番石峰。まあ序盤でここまで点差が開きましたけど、まだ何があるかわからないんで手を緩めずにいってほしいですね。さあ序盤から大きな差をつけていますが、攻撃の手は緩めません。これが3球目、ファウルになります。さあ4球目は何か。豪快なスイング打ちました。センターへ打球伸びる、センターが取りました。ピッチャーの状態なんですが、やや疲れを感じているのかもしれない。打席には6番バッターオマリー。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが合ってなかったですよね。今度はしっかり捉えたいですよね。そうですね。ワンアウトになっています。チャンスの場面振っていきましたが三振。ジャイアンツピッチャー、さあマウンドを任されたのは萩谷。今シーズン4試合目の登板です。昨日のゲームでは2イニングを投げています。真ん中打ちました、これはどうだ。一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたが、タイガース4回裏の攻撃になります。8番バッター和田、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はあわやという打球でしたよね。まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。タイガース攻撃が噛み合い大量リードで中盤4回の攻撃に入りました。西さん、ダメ押し点、そのきっかけを作っていきたいところですね。ここで点を入れておくとね、相手チームは苦しくなりますからね。確かにその通りですね。初球打ち、岡本抑えて一塁そのまま入ってアウト。打順はトップに帰って松永、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いいところで打ちました。センター下がっていく、下がっていく、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。13対2になりました。いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね。打順は2番真由美、タイガースホームランで得点を挙げています。打った、取りました、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかし
今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。うん、やっぱりスリーベースが一番難しいですよね。打力だけでなく足も必要になってきますからね。そうですか。さあこの場面でサイクルヒット達成なるんでしょうか。アウトコース外れます。次が4球目。よく見ています。ファウルです。ツーボールツーストライクです。打ちました。これは浅いフライ。この打球はフライになっています。積極的に行きましたがライト掴んでワンアウト。バッターボックスは4番掛布。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。はい、今日はバットが振れてると思いますよ。そうですね。まずはワンアウトを取っています。インサイド変化球外れます。さあ3球目は何か。うん、いいボールですね。アウトコースのストレート力があります。追い込んでいます。ワンボール。いい当たり。センター下がっていく下がっていく。フェンスダイレクト。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー二塁となりました。最初は変化球できました。打ちました。取った。一塁送球します。アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。打順は6番オマリー。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。ツーアウトランナー三塁です。打ちました。ライト下がっていく下がっていく。フェンス直撃。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。14対2になりました。タイガースちょっと一方的になっています。7番バッター木戸。一塁牽制。一塁はセーフ。初球は何から入ってくるか。ファウルになります。改めてお聞きします。バッターボックスの木戸どういうバッターなんでしょうか。打った。センターに強い打球。センターバックセンターバックする。ボールはそのままフェンスに直撃。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ホームに送球。ファーストランナー一気にホームイン。タイガース1点追加。ここでタイガースダイソーを送ります。梅野がセカンドランナーに入ります。バッターボックスは8番和田。センターに大きな打球。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてセンター深いところを破っていきました。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット。タイガースちょっと一方的になってきました。さあバッターボックスには先発の土屋入ります。まあ勝ち投手の権利もありますしここは行くでしょうね。引っ張った。取った。一塁アウトで3アウトチェンジです。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。1回の裏この回の先頭バッター松永2球目しっかりと捉えました。タイガース1点を返します。続く攻撃得点圏にランナーを置いて迎えるは3番バース。その初球でした。タイガース一振りで逆転。6回の裏タイガース打順よく1番から始まります。バッターは松永。先ほどの打席でソロホームランを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。はい、一発が出て余裕もあると思いますけどしっかり集中していってほしいですね。はい、ここはもう一発狙ってるんでしょうか。打ちました。これは大きい。伸びていく。ストレートを打っていきましたがセンター掴んでワンアウト。ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。バッターの真由美。ここのところ5試合で打率は6割を超えていますがバッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。文句なしの活躍ですね。なるほど、ここはその好調さを見せたいところ。インコースへ大きく外れます。ボール先行です。体に近いところストライクが入りません。三遊間取りました。
これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー1塁です。現在のピッチャーのジャイアンツピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。ファーストランナースタート、キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功。いや、この点差ですから向こうもあまり警戒してなかったでしょうね。なるほど、そうですよね。打ちました、いい当たりだ。下がっていく、下がっていく、ぐんぐん打球伸び、届いた。ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。追い込まれてからのストレート、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りましたタイガース。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。バッターボックスには4番掛布。いや、先ほどは見事なツーベースでしたね。ここも思い切っていってほしいですね。そうですね。タイガースホームランで得点を挙げています。ツーアウトになりました。バッターボックスには5番石峰。今日はホームランを放っています。ツーアウトランナーありません。ちょっとすっぽ抜けた感じです。低めに外れてボール。ジャストミート、これは大きい、伸びていく。左中間深いところ破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット。ツーアウトランナー2塁。変化球を見極めます。さあ2球目は何か。これは低めストライク。打ちました。大きな打球になった。ライトバックバックバックする。ライトオーバーのヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット。タイガースなおもチャンスです。バッターはダイソーから起用されている梅野。前回のゲームではホームランを含む5安打の大活躍でした。しっかり打点を上げていい働きしましたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。ここでタイガースダイソーを送ります。新庄セカンドランナーに入ります。セカンドランナーは新庄、背番号5。さあまず1球目切れていきます、ファウル。西さん、バッターの梅野、左ピッチャーとの相性はどうなんでしょうか。彼はどちらかというと左ピッチャーを苦手としてますね。そうですか。打ちました、痛烈な打球、大きな打球になった、飛び込んだ、ツーランホームラン。これがチーム6本目のホームラン。追い込まれてからの変化球、しっかりと引っ張ったあたりはフェンスを越えていきました。追加点が入りましたタイガース。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。バッターボックス和田、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、勝負強かったですよね。ここは気持ちも乗ってると思う。打ちました、レフト下がっていく下がっていく、ボールはフェンスまで到達しました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー2塁。ここでタイガースダイソーを送ります。栗田セカンドランナーに入ります。さあ打席には先発の土屋入っています。まあここまで好投してるんでやはり続投でしょうね。そうですね。打ちました、取った、一塁を送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。ジャイアンツ7回の裏タイガースの攻撃です。西さん、今日の試合打線はいい流れを掴んでると言えると思うんですがいかがですか。いや本当ですね、見ての通りです。打線は思う通りに打ってます。しっかり捉えた、伸びていく、外野ヒットになりそうだ。センター深いところ破っていきました。バッターランナーは2塁到達。これで6試合連続安打。ノーアウトランナー2塁です。ここでタイガースダイソーを送ります。板山がセカンドランナーに入ります。バッターボックスには2番真由美。いや、先ほどはしぶとい内野安打でしたね。やはり足があるバッターは有利ですね。本当にそうですね。
ヒットでランナーを二塁に置いています。ファウルになります。真ん中でしたがこれを見送ります。ワンボールツーストライク追い込んでいます。高めのボール、これはセンターに抜ける。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前のタイムリーヒット、タイガース大量リードとなっています。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。走ってきた、キャッチャー二塁送球する、タッチアウト、盗塁失敗。外、これは外れます。ボール先行です。内に決まりました。4球目は何で来るか。ファウルになります。まあ、ここは狙いとは違うボールにも対応していかないといけませんね。なるほど。さあ打ち上げた、ここは打ち上げています。変化球に泳がされてツーアウトとなっています。4番バッター掛布、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトになっています。まあ、ここは狙いを決めてそれだけを打っていく感じですね。なるほど、そうですか。打ちました。若林抑えて3アウトチェンジ。しかしこの回タイガース1点を追加しています。8回の裏タイガースの攻撃です。さあマウンドに上がったのは沢村、今シーズン3試合目の登板です。これが1球目、打ちました。これは大きい、伸びていく、ヒットになった。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー2塁です。さあバッターは新庄、ここでホームランが出ると通算100号ホームランの達成となります。これが初球、打った、大きな打球になった、伸びていく、どうだどうだ、センターオーバーのヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、タイガースなおもチャンスです。今日はダイソーで途中出場の梅野、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思い切りのいいスイングで放り込みましたよね、ええ、ここは気持ち的に余裕があると思いますけど、打った高く上がった、センターオーバー、三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁到達、タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、タイガースなおもチャンスです。バッターはダイソーから起用されている栗田、昨日のゲームはマルチ安打を記録しています。打ちました、痛烈、切れました、ファールボール。ここはバントを警戒する守備体制ですね。そのようです。打ちました、ここはフライになっています。炭谷抑えてワンアウト。さあバッターボックスには先発の土屋入ります。調子自体悪くないんで引き続き投げさせるということですね。そうですね、はい、さあ追加点のランナー、バッターボックスには代打のバティスタ、ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。インサイド落ちました、この打球はフライになっています。キャッチャーが構えます。ファールグラウンドで掴んでツーアウトです。バッターは守備交代から起用されている糸原、ツーアウトになっています。ちょっとタイミングはずれました、引っ張った、これはどうだ、ファーストの左抜けました、ホームに送球、チャンスを広げていきます。ツーアウトランナー三塁一塁、バッターは2番真由美、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。頼む、初球打ち、これはどうか、ピッチャー取った、一塁へ、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース打ちに打ちました、大量リード、大量得点で勝ちました。これで連勝は6になりました。西さん、バンとしては気持ちのいい試合だったのではないでしょうかね。いや、そうなんですよね、打ってるバッターはね、もっと気持ちがいいですよ。非常に見ていて気持ちのいいゲームになりました。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のジャイアンツですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。
ご覧のように今日のゲームはタイガースが敗勝ということになりました。